県出身者は、岐阜県美濃加茂市にある神社。県出身者にも作る。加茂神社、坂保木神社と合わせて、三加茂神社と称する。彦座王は、開花天皇の御子。律令制以前の加茂軍には、朝廷の直轄地が置かれ、加茂あがた主が治めていたと考えられるが、彦座王はその祖先にあたる。旧に霊言があるとされる。創建時期は不明。社説に当地を治めた、加茂がた主が、 祖先の彦王を祀ったものといい、また彦王がこの地にやってきて治めていたのだが、その子孫が、あがた主となり創建したとも言うが、鎮座地付近には群衆墳があり、当地を開発したであろうかもあがた主一族との関連が疑われる。なお、彦王は、美濃国元巣郡の豪族と思われる、元巣国像の祖である上大根王の不王,王とされ、 その神大根王は、身の国のみやつ子と申され、同国武芸軍の豪族と思われる三欠君もそので、ある、大水の命が神大根王の女をめとるなど、もとす、麦両軍に関係しており、そこから、鴨軍とこの両軍は統治者が血縁関係にあって、それぞれが密接な関係を持ちつつ発展したものと、考えられ、 大宝二年の戸籍にも鴨モアと三ケツ君との隕石関係を伺わせる記録がある。社殿によると、上元年中に美ノ国の国主として赴任した有原のユキが社殿を修復したというが、これは弟の成平が元行四年に美ノゴ森で出資しているため、それと混同された可能性がある。演起式神明朝では勝者に劣しているが、上述三軍中、元す。 麦の両軍には一社も搭載されていないので、これは同族中の勢力関係や症状を示すもので、あるかもしれない。なお、一説では、式内者の県主審者ではなく、その拙者が現在の県主審者となったという。その後,後、公平五年、全九年の役の際、鴨次郎義ウが、兄の源義家の援軍として、道の区国へ向かう途中で統治に立ち寄り、 八谷村鎮座の鴨神社が、自らの金に、縁ありと戦勝を祈願し、道の河平定後の延休年中に義校が、美の国史に就任、山田と貞に命じて、京都の鴨神社に習って、鴨神社を、上鴨、東神社を、下鴨と合して修造し、両者に車両七段一世十二宝を寄進したというが、義校が美の国史となったのは、過法二年でしかもわずかの期間であったに過ぎないため、 これは、京都加茂神社にあやかった作画とみられ、あるいは、当時当地に伴居していた身の源氏の何者かの書伝が紛れた可能性がある。もっとも、平安時代後期に編算されたと思われる国内、新明朝の美濃国つかみ記には、十二位上がた主大臣と見えるので、当時軍内の大社であったことは確実である。社伝に、室町時代には、大桑城州の時子の数計を受け、 鴨郡内の僧者とされたというが、他に記すものもなく不明。江戸時代は、鴨大明神と称され、古くは9月9日を霊祭日とし、御子塗業や競馬が行われる盛大なものであったが、いつしか廃れ、昭和年中に祭日を4月4日に変更。さらに、昭和52年からは、現行4月第1日曜日になり、旧大田町鎮座の六神社合同で、 見越しが出されるに過ぎなくなっている。ありがとうございます。